で、会うことができますように祝福してください。私は日本語がまだ下手なんです。でも神様力を信じて聖霊によって御言葉語ります。聖霊様、私をお助けてください。 感謝し、イエス様、皆言ってお祈りいたします。アメン。ここで、今日初めて、教会に初めて、お入った方いらっしゃるんですか？初めて。ないでしょうか？皆様は前に教会入った方ですね。この方、前会ったことあるでしょう？そうなんですか？みんな知ってる方ですね。 本当に私はね、まあ日本で、来たのは15年、6月になると15年となります。まあそろそろ日本人の生活をもう慣れたと思いますね。今は韓国より日本がもっと好きなんです。<笑>でもね、まだ私日本語が格好で勉強 正常に勉強したわけじゃなく、一人で独学して、一人で頑張って、うちで静かに勉強したんだから、言葉があまり上手ではありません。だから、少し間違いことがあっても、皆様が理解してください。ハレルヤ。アメン。神様の祝福が皆さんの上にありますように、私は心から強くお願いいたします。 神様、サッカーだ、光のキリスト、光の教会、愛しておられます。と、また、皆様一人一人を愛しておられます。ハレルヤ。私は今日は何を教えればいいのかと思いました。でも、やっぱり聖書のこの神様がどなたのか、詳しく教え、 私は語りたかったんですが、それで日本語で全部翻訳してきましたが、これは聖書の御言葉ですね。いろいろ神様となったのか、いろんなことあるんですけど、でもね、皆さん、それは聖書の勉強は、ここの教会の他人牧師に、直接に聞いた方がいいと思います。ただ私は日本語が短いので、 私の人生のお話、神様どうやって出会ったのか、そのお話を語りたいと思います。いかがでしょうか？その方がいいでしょう？はい。御言葉、聖書勉強は先生から日本人だから、上手にできるから、私はもうそのことできません。だけど、私の人生、 なぜどうやって日本まで来て神様から召されて、それで牧師になって日本の生活を、日本で住むことができたのか、神様の導きを、それを私はお話ししたいと思います。まあもうそろそろ15年となりましたが、まあ初めよりは今は少し 日本語も上手になったと思いますね。私初めて日本に来た時、まあおはようございます、こんにちは、こんばんは、もう全然日本語知らなくて、ここに来たんだから、やっぱり挨拶が複雑ですよ。韓国ではアンニョンハセヨ、それだけ一つだけなんですが、日本では何回で挨拶が 1日3回するんで、複雑。それで、おはようございます、朝の挨拶が、夕方に、おはようございます、夕方、こんばんは、とか、朝に起きて、こんばんは、して。だから、めちゃめちゃ、なんか複雑なって、私、日本語勉強を、やっぱり日本語を覚えるのが大変でした。でもね、私も、 神様に感謝するべきです。なぜか、私、韓国から来た時に、選挙しようとして、牧師として日本に来たわけじゃありません。ただ、私は日本の国が世界中で一番、経済的には一番金持ち国だと思ったから、
私はもうあの日本のやっぱりもう宣教するためになんか派遣されて最初に来たわけじゃありません。だから私はね、今まで15年神様のいつも共にしてお守ってくださることを信じて永遠の命を心の中に受け入れれば永遠に天国行くことができます。アレルヤ、アーメン、アレルヤ、アーメン、アーメン。じゃあまずはお祈りを、私が、私お祈りをいたします。一緒にお祈りして、それで先生に任せますね。じゃあ一緒にお祈りしましょう。天の父なるお父様、感謝します。私たちはいろんな人生の中で 涙の中で苦しみがいっぱいありました。信仰生活中しても倒れたりつまずきしたりがあります。でもその時その時神様を頼って立ち上がって頑張ることができるように神様力を与えてください。今日もまたこの光のキリスト教教会、神様愛してくださり感謝します。本当にこの教会をと琴先生通してこの神様からと体となるこの教会を建ててくださったことを感謝します。今日は伝道集会です。イエス様知らずに今まで神様本当に恨みしながら信仰生活した人がいれば、また神様を出会うことができますようにしてください。また私の証を切って本当にもっと感謝しながらこれからイエス様心の中に受け入れ永遠の命を得、また救われることができますようにこれから導きください。また今日夜にオーバーサイチさんのまた証があります。オーバーサイチさんは本当に仏教の家庭で生まれて、あ神様何十年間神様、本当に、仏教を信じてきましたが、イエス様出会って救われて今までを神様幸せ生活になることができたことを感謝します。今日この証し通して夜にもともと聖霊様が力を与えてください。感謝し、イエス様皆によってお祈りいたします。アーメン、アーメン。ありがとうございました。熱心なクリスチャンでした。
そして教会に連れられて、ジョンも教会に行きました。しかしこの本当に大場先生ではありませんけれども、生まれながらにしてのクリスチャンとして生まれたのですけれども、7歳でこのお母さんも亡くなりました。そうした時どうでしょうか。寂しさで荒れ狂う、やがて学校も中途半端、心は荒れ狂って、そしてたどり着いたところが仕事ができるようになった時は、まずはまともな船乗りにはなりました。お父さんが船長で船に乗る人でしたので、しかし心の寂しさ、この寂しさはどうしても癒されることはありません。大場先生が小さい時からクリスチャンとして、まあ洗礼は受けなかった、お母さんについて教会に行きました。しかし信仰はそのままというわけではない。ジョンもお母さんいる間しばらくはそうでした。しかしその人生に来ました、この怒涛のような静かなこの嵐は、しかしジョンをただの船長ではなく奴隷船の船長にしました。心が荒れておったならば、やることはやはり暴力ですよ。暴走族、彼らは決して好き好んでではないんです。心の中の悲しさ、また苦しさ、辛さ、それが現れた行為です。どうしていいか、イエス様と出会ってない人ですよ。それと同じ、ジョンは奴隷船の船長、しかも奴隷船の仲間でも恐れられたということです。そのような奴隷船、ただ売り買いだけですか、そうではないですよ。反乱が起こされたらそこで叱ろうと言いましょうか、そこに閉じ込めて暴力振るうとか、女性はそれほどまた本当に苦しみを受けました。そういうジョンの人生でした。しかしジョンが22歳の時、イギリスに帰ろうと、自分のところに帰ろうと、奴隷を連れて帰ろうとした、その時大嵐に遭いました。そうした時に大場先生、命の危険の時神様呼びましたね。神様助けてください。それまでは大場先生信仰を持った人ですが、神から離れました。ジョンも同じです。もう神から離れ、神はもういない、そのような人生ですから、どん底まで行きました。奴隷船の船長、しかも恐れられる、もう物です。奴隷は物です。自分の思う通り、イギリスに帰るとき大嵐に遭い、もう沈むばかりになってた、その時出したことは、神様助けてください、神様助けてください。大場先生と同じです。その時自分の今までの人生が走馬灯のごとく幻か何か見えたそうです。小さいと教会に行って、それからの人生、そして今に至るまで、神様助けてください。もし私が無事に母国に帰ることができたら、神様あなたのもとに帰ります、そしてあなたの救いを人々に述べ伝えます。ジョンはそのようにして船の中で叫んだということです。そして神様は大場先生を救ってくださったように、今命を落とそうとするとき助けてくださった。無事イギリスの港に着地させてくださいました。3番、危険をも
罠をも避けたるは恵みの御業というほかなし。危険、そうです。ジョンがこの時ばっかりではないでしょう。何度も嵐に飲まれるところもあったのです。けれども神様は助けてくださったのです。目には見えません。そして手も振り広げません。大場先生もそうですよ。大場先生もそこに至るまでいろんな苦しみがありました。しかしその苦しみのところでも大場先生の守ってくださったのです。決して一人ではなかったんです。やがて用いるために、異国にあって用いるために訓練です。御言葉にあります。私は選んだ人、私を愛する者には全てのことを働かせて益としてくださると言います。全てのことですよ。いいことばっかりではないですよ。苦しみのことも、もちろん良いことも、楽しかったこと、全てを働かせて益として、その人の人生の最高の人生を生かすため、また神様が用いるためです。そうでないですか。誰しも先生のお話、御言葉、語られた御言葉にありますよ。一人として滅びるものは望まないんです。全てのもの、やがて地上の命は終わります。みんなが天国へ帰られるよ、神の国に入れるようにです。これから漏れたるもの、滅びるものは、この仏教は何もない、とんでもない。神に似たものとして作られたものは永遠の命、私に似たものを作るとして霊的存在なんです。犬がいくら賢くても犬は違います。人間は霊的存在です。永遠に生きる存在として神に似たものとして作られたんですよ。神に似たもの、永遠に生きるものとして。しかし最初の人アダムが堕落してしまった家に罪人になりました。永遠に生きる神様が2017年、今年はそれはイエス・キリストによります。このイエス・キリストが私たちのために十字架にかかって死んでくださいました。それは血を流すためです。血を流して死ななければならない。昔石打ちの刑もありました。これも死刑です。石打ちの刑ではダメなんです。罪を許されるためには血を流した、命は血だと言います。そのためにイエス・キリストは十字架にかかって死ななければならなかった。私たちはイエスを信じればイエス様がくださる永遠の命を得て神の子とされます。このジョンも3番危険をも罠をも、そうです、守られてきました。今皆さん、ここにおられる皆さんも、あの時洗礼受けたから、じゃあその時から神のことされた、とんでもない。生まれる前から、生まれた時から神様はこのいろんな苦難の時も守りがあったのです。ジョンはこの時に危険、そうです、その時も罠もそうでしょう。でも守ってくださったと。そしてやがて御国に着く朝は、天に入る時は神様を称えますと、82歳でジョンは亡くなりました。その時に作った賛美が、詩が驚くばかりです。そしてこれに曲をつけられました。ただ驚くばかり、自分は無頼漢のだった、無頼漢のようなものだった、こんなものをも神は救われた。ただそれこそ神様を褒めたたえます、感謝しますという、その思いを持って
この驚くばかりですから、驚くばかりの恵みだと。恵みはただでもらうものです。何がいいことしたからではないです。ただでもらうものなんです。それを私たちは今ここにおりますことも神様の選びであり、これまでの